FC と2対2で引き分け、リーグ9位が決定しました。目下5連勝中と好調のツエーゲン、1点を先制され迎えた前半25分、ボールを受けた古部が1人をかわしシュート、すぐに同点に追いつきます。しかしその5分後、佐川にサイドから崩され、再びリードを奪われ前半を終えます。ズエゲンは後半35分、コーナーキックに斉藤陽介が頭で合わせ2対2の同点に。さらに後半40分、ゴール前の混戦から小宮山が逆転ゴールと思いきや、シュートが味方の足に当たり、これがオフサイドと判定されノーゴールに。引き分けで6連勝はならなかったツエーゲン。 JFL1 年目のシーズンは18チーム中9位が決まりました。さて天気は